はい、というわけで何だかいろいろ来てますね。チームオブザシーズンなんかそういうのが来ておりますけれども、まあ、パッと見てアーセナルはいないって感じですかね。ただこっちにはアーセナルの選手いてほしいんですけどもね、いますかね。ちょっといらっしゃいませんねおかしいな、あんだけ活躍したのにな、なんか入ってませんね。非常に残念ですが、まあ仕方がありませんね。ただこのチームオブザシーズンっていうのはね、また今後もいっぱい出てくるんでしょうし、この中には誰が選ばれるんでしょうかね。ちょっとものすごく活躍したってと、もう正直ラムズデールになっちゃうんですけれどもね。ベンホワイトか、どうでしょうね、誰なんでしょうかね。腕ゴールになるのかな。はい、どうもマグマグマグロンと申します。はい、というわけで今ちょっとニュースの中にちらっと入っていましたが、これですかね。あ、SBC の方見ちゃいますか。よし、じゃあちょっと先にね、ちょっと目標なんかをね、ちょっとチロッと見ておきたいんですけど、もうシーズン6になりましたね。いや、そもそもマグがシーズン5までね、遊ぶとも思ってなかったですからね、意外な感じですけれども。はい、というわけで、チームオブザシーズンというイベントがね、いっぱい始まってるんで、こういう風に、パレホ90とかね、ちょっと手に入るようになってますね。またフレンドリーなんだな。マウロ・ジュニオール、ああ、でもここら辺はほら、マグでも取れる選手たちですよ、ほら。ね、スカットバトル。今回はやっぱり一人用がね、あの FIFA 充実してるんでね、マグでもできるっていうのがね、非常に助かりましたね、本当にね。で、さらにマイルストーンの方も見ていきますか。ここら辺の報酬がね、いっぱい来てるから、やっぱり一人用でもね、全然面白かったですね。そしてアイコンスワップ、このようにまた来ておりますね。またアイコンスワップが来てるんですよね、佐々木。またワンリーグをねプレイすればいいんじゃないでしょうか。あら、エンケティア来てますよ、エンケティア。例えばシルバーからは脱出できないんだねかわいそうにね。結局シルバーなんだね、エンケティアは。かわいそうに。一応活躍したからここに入れてくれたんだね。はい、というわけで今週はチーム編成チャレンジ忘れてた。 SBC の方も見ていきましょう。ナーチョ、ジンチェンコ、ラスパドーリ、エンクンク、もうちょっとコインは調べません。アンリね、プティもね、1個やったんだけどもね、まあちょっとこれはもうほったらかしでいいですかね。ビエラも欲しいけれどもさ、ネドベド。ちょっと今回の、あれ見たいですね。アイコンスワップ3のってまだ見れないのかな。ちょっと何が来てるのかだけちょっと確認したいですよね、やっぱりね。あれまだかな。1、2、あ、数字低い順なんですね、今回はね。あ、エドウィン・ファンデルサールが5で獲得できますね。まあ、プレミアスカットをやってたからね、まあ、マグはこれ狙いになるのかな、5でね。まあ、一発引きでもいいですけど、まあ、プレミア縛りでやってるけど、ケニー・ダルグリッシュが欲しいかって言われると、そんなに欲しくない。あ、ロベカルが8。あ、いいね、ロベカル8。あ、でもジョージ・ベストはいいな。9。9でいけるんだ。え、一気に上がったね。17フリット。そんな高いの？まあ、直接、こっちを取るの方もいいかもしれないですね。あ、マテウス14。こんな感じになっております。13。エトー11。なんか順番バラバラやね。ソクラテスも来てますね。ソクラテスはアイコンスワップじゃなさそうですね。あの、通常のやつですね。アシュリー・コールも来ておりますけれども、マグは取らないな。あ、応援も来てますね。これもアイコンスワップじゃない。サネッティ。もうこのようにね、終盤になってくると結構ね、バカスカ出てきますね。シュバインシュタイガー。ラウールも来てる。フランコ・バレージ。すごいね。アイコンスワップじゃないので、こんなにいっぱい来てるんだね。あ、レンタルが全部後ろに行ってくれた。はい、というわけで、こんな感じになっております。ね、もう。発売からどれぐらい経ってるんだ？半年以上はもう余裕で経ってますね。はい、というわけで、今回ね、サムネにもある通り、今回で、番外編の方も終了ということにしたいと思います。そもそも
WCCF フッティスタ、そちらがねサービス終了してしまう、さらには、ゲームセンターの自粛などをしたことによってですね、バグの月曜日に放送する動画がなくなってしまいました。そこで、今回ねはっきり言っちゃうと FIFA はつなぎだったんですよね。こんなにがっつり遊ぶつもりはなくて、1ヶ月2ヶ月いややって3ヶ月かなっていう感じでしたね。そしてマグはねちょっと冬、お仕事が忙しいので、なかなかね家に帰ってからサッカーゲームを遊ぶっていう時間を取ることができなくってですね、土日しかゲームができないので、平日ちょっとプレスが無理かなっていうことで、結構ね FIFA は難しいんですよね。なのでなるべく一人用の方で、このスカットバトルだけ満足に遊べたらまあいいかなってことで、結局見てください、ディビジョンライバル10ですもんね。でディビライ10ですからね。ってことはこれ1試合もやってないっていう人ですからね。だから当然チャンピオンズなんかいけるわけもなく、でこれなのにもかかわらず半年以上よく遊んできました。でつまり、スカットバトルだけやっていても、つまり一人用だけやっていても FIFA ってこんなに楽しいんだっていうのをね皆さんにね動画でお伝えできたんじゃないでしょうか。で時間がある人はやっていいんですよ、あと上手い人もね。うん、マグの場合はねちょっと技術も伴わないものですから、未だにねあの操作方法分かってないですからね、あんまりそれでよくやりました、よく頑張りました。はい、というわけで今回はちょっといろいろ FIFA 振り返っていく、さらには総括、マグのねスカッド紹介なんかもちょっとやっていこうかなと思います。はい、タンカット。そんなマグにもストアに5枚もカードが来てるんですね。今週全然やってなかったと思ったんですが、さっき見たらブロンズランク3だったんでね、何試合かやったみたいですね、ここら辺ね。何試合かは遊んでたみたいです。はい、というわけでね、ちょっとさらっとここら辺も引いて終わりましょうね。いや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 、長丁場ではありましたが、FIFA 楽しかった。最初に至ってはね、1週間に2回更新の方でやってましたからね。あの、川本、鬼重で遊ぶ、ね。キャリアモード、そういうのもやりましたね。そういえば一番最初にやったあのね女性監督でサッカーチーム作るっていうのは、あれはもう企画倒れで終わりましたね。結局やらなかったですね。1試合もやってないね、あの後ね、やっぱりねやらなかったね、やらないんじゃないかとは思いましたけれども、いや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 、参りました。やっぱりね、そもそも試合時間取れない人がねキャリアモードまでやっちゃダメだったね。川本鬼重のキャリアモードはね、あれ、もともとあれはね、最初から考えてたんですけど、ね、あれやらないでもうちょっと試合に当ててもいいよね。ね、はい、何も引きませんね、もうね。これ下でもいいのか。どうせ売れないしね。こういうのは売れるかもしれない。こういうのは売れない。ね、ここら辺もね、ちょっと次回ね、FIFA 遊ぶかどうかわからないですけれども、ね、もし遊ぶときにはね、ちょっと、あれですね、売れるパックが出てきたときは全部上に行った方がいいんですね。今、マグ31万コインあるんですもんね。稼働した当初から売ってたらどうだったんでしょうか。はい、ぼや騒ぎ。カルロス・ベラだってもう何体いるかわかんないよね、本当に。よくよくいらっしゃいましたね、本当に。SBC とかに使ってあげたいけどね、まあ大体ダブってんだこの人。あ、でもこれはちょっとウォークアウト期待ですね。レート85プラスですよ。これでぴったり85引いちゃうとこですよ、マグは。大丈夫ですか？本当に85引きましたね。ウォークアウトしなさいよ、そこはさ。カルバハル。いやいやいや、ちょっと。そんなギリギリを狙わなくてもさ、一応今回番外編も最終回にしようっていうその日だよ。その日にさ、85ぴったりなんて、やっぱ、ね、ずかずか歩いてもらわないと困りますよ、本当に。歩いてね、最後ですよ。これが、マグの最後のパック引きですよ。はい、そう来なくちゃね、やっぱりね、ブラジル、レアルマドリード、カゼミロ。あ、一応、釣りの、リールの音も聞こえてたんだ。ね、そんなやつはいらないんだけども。そんな細かさいらないんだけれども。まあまあ、なんかのこだわりがあったんでしょうね。はい、というわけで、カゼミロゲット89はいいね。SBC で使えそうだね。本当はね、プティまでは取ろうかななんて思ってたんですけどもね。はい、というわけで、以上、
ね、マグの最後の引きは風見ろでしたということで、ね、いや面白かった。じゃあちょっとマグのチームのなんか成績みたいなのって見れる場所あんのかな。ゲーム設定は全然違うか。プレイ時間、え、これは何、あ、制限とかをかけられたってことか。あんな別にそんなのどうでもいいです。初めて押した。やっぱりクラブ削除が隣にあって怖い。ランキング、マッチ収入、マグのクラブの資産が出てますね。すごいですね。こんなに資産があったんですね、マグのところにね。マッチ収入、トレード収入、そんなのも出てますけど、これが多いか少ないかも全く分かりませんね。いやどれぐらいなんでしょうね。じゃあ選手データってのを見ればいいのかな。選手データ、マグのチームの中で一番試合出てたのって誰なんですかね。あ、じゃあ先にスカッと見るか。はい、というわけでマグが使っていた、一応ベストメンバー、プレミアスカッドという名前で、やっていたんですけど、これがねマグのベストスカッドでございます。ゴールキーパーはデヘアですね。まあ、途中で引いたメンディと数字が同じでちょっと困ったんですけども、まあメンディではなくデヘアにしちゃいました。で、センターバックは、ね、プレミア全く関係ないんですけど、この間引いたネスタで、結局ファンダイクって最初から最後まで俺ずっと使い続けたかも。89を超えるセンターバックをマグが引かなかったってことですね。で、左サイドバックに関しては、ルークショーだったんですけどもね、まあ、ティアニーもね1足りないだけなんでね、まあティアニーでもいいんだけどもね。で、右サイドはジョアン・カンセロ、90だからね、やっぱり90台まで入ると結構強いよねやっぱりね。で、ボランチはアラン、そしてフォデン。なんかこの間アランがなんかとんでもない記録出したっていうね、ちょっと話題になってますけどね。シュート1本でしたっけあ、違う、パス1本でしたっけね、このボランチっていうさ、一番ね肝の部分でパス1本って意味わかんないよね。どういうこと、パス1本って。何してたん。あ、まあでも相手が強かったのかな、ずっと守備してたのかもしれないね。で、もう一人、フォデンも入ってます。フォデンじゃない、アランの前はね、多分このベロンが、レジェンドじゃなくてアイコンベロンがね、この中に入ってましたね。アイコンはね、あの連携戦関係ないんでね、このように全員とつながってくれるんで。で、左ミッドフィルダーにはリュンベリー、そして右に、トリンコン、ね、この2人になりました。まあここら辺がねいなかった時は結構いろんな選手がここのポジションをプレーしてましたかね。で、2トップはクリスチアーノ・ロナウドと、今のところオーバメヤンにはなっているんですが、まあ、ここら辺はね、実際はあのムバッペが出てますね。あのプレミア関係ないけれども97ムバッペを使わないでどうするっていう話ですからね。実際はこれオーバメヤンが外されてますね。で、ムバッペがオーバメヤンの位置にスポッと入る。これが、マグのスカッドになっております。ちょっと他はね、ちょっと数字低いけれどもね、意外とプレミアの選手ってあんまり来なかったかな。SBC で無理やり作るとかが良かったかもね。ああ、まあ、チャロバーとかがメンバーに入ってないか。まあ、チャロバーとか入れてもいいかもね。はい、というわけで、これがマグのベストメンバーでございます。つまり、一人用、まあ、課金は1回だけ、ブラックフライデーの時に課金したけど、まあ、あんまり意味なかったからね。あの、このスカッドを揺るがすほどの選手が入ったわけではなく、すぐ売っちゃったからね、ブラックフライデーの選手はね。なので、基本的にはまあこのメンバー全員は無課金で集めたと言っても過言ではないので、まあ、レート89ぐらいまでなら無課金で戦えるっていうことが分かったんでね、これはちょっと次回もこれでプレイしてみようかなっていう感じにはしますね。対戦はやっぱりちょっとマグに時間がないっていうのと、上手くなる時間がないってことかな、ね、そういうのがあるんでね。でも一人用でこれだけ楽しめるんだったら全然いいんじゃない。こんだけ色違い来たしね。てか、ファンダイクとクリスチアーノ・ロナウドは素で強いってことだよね。ゴールドレアで十分戦っていけるから、外さないままここまで来ましたね、ほんとね。まあ、ロナウド91は、まあ、プレミアでやる以上は、これ以上はないよね。まあ、ムバッペのゴールドレアとか引いてないしね。まあ、ボランチのところあれか、ポグバとかが入ったりしたかな。
で、もう一つマグがよく使っているスカッドがアーセナル。アーセナルスカッドも充実させました。はい、こんな感じ。はい、レートは84ということでね、まあでもアーセナルにしては色違い結構あると方でと思いますよ。で、控えにもね、リュンベリー、スミスロー、そして、ガブリエル・マルティネッリ、マグはね取ることはできませんでしたけど、ガブリエル・マルティネッリ、さらにはスミスロー、ウーデゴールはなかったっけ、なんかねそこら辺にもうちょっとね数字の高い、人が来てたんですけど、30万コインとか40万コインとかかかるんでマグは手が出せませんでしたけど、もっと強くすることは可能ですね。で、今 SBC で来ているパトリック・ビエラとあとここね、プティを取ればここなんかもっと強くなるしね、まあ、ちょっとそこはしないでやめてしまいますけれどもね。まあ、アーセナルもこんだけ強くなったわけですよね。で、この間ラムジーも取っておきましたアーセナル祭りの時にねちょっと取っておきました。非常に安かったです。だからまあこれ普通にジャカに変えてラムジーで全然いいわけだしね。うん、普通にこここうするだけでも強くなるし、課金ね、レートは全く上がらないとは思わなかったね。1ぐらい上がると思ったんだけど上がらなかった。はい、というわけで、こんな感じに仕上がりました。以上マグのスカッドでした。はい、というわけでじゃあちょっとデータも見てみようかね。もう出てたけれども、はい、というわけでマグのチームで一番試合出たのって誰？あ、クリスチャード・ロナウドですか。まあでも結構序盤でもないかな、結構早めに引いたからね。神が舞い降りたという動画があるのでね、ぜひそちらをご覧ください。260試合136ゴール88アシストなんですが、正直ね途中から使ったりしてるんでね、あのマグはね結構あの一人用でやってるんで、あのシルバービーストが出てくると結構そっちやってるんで、あれの場合ちょっとねシルバーの選手でゴールアシストとかしなきゃいけないとかっていうルールがあるんで、ちょっとね前半シルバーで挑んで後半ロナウド・ムバッペが登場するみたいなね、そういうのねシーズン通して何回かやってるんでね、だからゴール数とかアシスト数がね伸びてないのは多分ねそこもあるんですよね。あのゴールはシルバー TOTW にゴールさせないといけないみたいなルールがあるんで、だからねゴール前でねそのボーエンにパスってのが結構あるんですよね。あ、これ後でシルバーの方も見るか、意外とシルバーの選手がゴールトップだったらちょっとショックちょっと見てみましょうか。プレイはクリスチャーノ・ロナウド。あ、ジョアン・カンセルの方が出てんだ。ファンダイクもだから序盤から使ってるからだろうね。で、まあ、ムバッペ、ベロン、フォデン。というふうに、まあ、ここら辺にこうやってなっていきますね、やっぱりね。あ、トリッピアも結構使ったんだね、ルークショー。じゃあゴール数ですか。ゴール数はいかほど、まあ、やっぱりムバッペですよね。だって試合出場が122試合なのにそれを超えてるもんねまあでもは、まあ、ぶっちゃけ言っちゃうと、あの1回最終回にした時にあのタイミングで、いや実はね、あのもう FIFA はやめようと、だから川本鬼重のキャリアモードもあのタイミングで終わらせたんですよね。だけどまさかムバッペ引くと思わないじゃんね、最終回残念でしたで終わって最終回にするつもりだったんですよ。引いちゃったから、まあじゃあちょっと1試合2試合ちょっと続けよっかなみたいな、あ、1週間2週間続けよっかなっていう風に思ってたら、なんかアイコンスワップとかいいなんかねイベントいっぱい入ってきちゃったし、代わりにやるゲームってのも別段ないまま終わらせようと思ってたんで、まあいっかということでね、番外編でねここまでダラダラ続いてしまいましたね。というわけでね、正直これね、ムバッペのせいですね。いえいえ、ムバッペのおかげで、ここまで長続きしました。引かなかったらね、あのタイミングで終わってたかもね。だからまあちょっとゴールアシスト。まあさっきも言ったように、やっぱりね、あの TOTW シルバーにゴールさせたりするのはムバッペでもやってるんで、結構ね、あの、1対1、シュート打たないなんてのもあったかな。で、2位がクリスチャーノ・ロナウド、オーバーメヤン、フォデン、リュンベリ、ベロンになってます。アシストキングは同じ感じですかね。フォデン、オバメア、リュンベリ、中村俊介、すごいな。12試合しか使ってないのに18アシストしてる。俊介もっと使ってあげればよかった。いや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 、ちょっとごめんね。
結構序盤では重宝しましたね。これだけ数字高かったし、なのに数は全然使ってないな感じになっております。その他主力選手って書いてあるけど、こっちはアーセナルの方になるのかな。っていうわけでもないのかな。ちゃんとじゃあアーセナルの方選んでからやんなきゃダメ。これどうも選ばないとダメみたいですね。ちゃんとうまく働きませんね。このスカットの中の得点ランキングトップとかは彼らだったということですね。じゃあちょっとアーセナルの方に戻して、これでちょっとねどうなるのか。まあ、それでも200試合出てる人とかいないでしょうね多分ね。あ、意外とゴールドレアのジャカが一番出てたらどうしよう。はい、じゃあちょっと見てみましょう。プレイは誰？あ、それでもトップは120試合でパーティー。あ、じゃあさっきの別に変えなくてもよかった、サカは106試合で、サカはいろいろ種類変えちゃってっからね。オバメヤンのこの SBC のやつ、ティア2、ラムズデール、まあ、ここら辺が来ますね。スミスロー、サンビロコンガ。得点は一番決めてるのはやっぱりオバメヤン。2位がパーティーなんだ。トーマスね、スミスロー、ロコンガ、リュンベリーっていう感じになってます。リュンベリー意外と結果出してないね。あ、サカもあんまりゴール決めてないんだね。で、アシストキングはスミスローということになっております。スミスロー、オーバメヤン、サカ、パーティー。あれ、ウデゴーが あんまりアシストしてます。あ、そっか、ゴールドの方で多分使っていくからね。はい、というわけでこんな感じになってます。ちょっとあれですね、数字が怖いなっていうのはシルバーチームですね。意外とマグはシルバーいっぱい使ってっから、シルバーチームが1位だったらどうしようかな、これ。まあでも1人用でやってる感があっていいよね。マグが使っているシルバーチームはこんな感じです。途中でね、シルバーの強い選手が出てるんで、この、デブライネ、ポグバ、そしてエランガの、シルバーで強い選手っていうのが入ってきてくれたんで、ちょっとこれでね、だいぶ強さ変わりましたね。で、まあ途中から、アンリ・ムバッペ、ロナウドが試合に出ておりますね。まあ、上の3人がごっそり変わって、このボーエンだけ、あ、ボウマンだけ残ります。あ、名前思いっきり間違えてたね、俺ね。ボウマンでしたね。さあ、こうなるとどうなる？あ、でもムバッペがやっぱりトップか。あ、それでもトップですね。シルバーゴールキーパーのラムズデールは、あの稼働日ですぐに多分コインで買ってるから、ラムズデールは、このシルバーのラムズデール、だから多分121試合やったんだと思います、本当に、シルバーチームでね。で、まあシルバーチームは多分こういう数字になってくるのかな。後からね、ちょっといろいろ合わせてますけど、じゃあゴール数はどんな感じ。あ、ボウマン110点取ってますね。100ゴール超えました。まあシルバー TOTW でゴールっていうね、めんどくさい規則があるんで、そのためにね、このボウマン選手わざわざ高い金出して買いましたけれどもね。まあ頑張ってますね。結構点取りましたね。途中からなのにデブライネも結構点取ってる。本当はエンケティアにゴールさせたい。アシストはどうよ。アシストもボウマンになってますね。でも頑張ってるのがクレバリー。普通のシルバーレアでこれだけ活躍できたらまあ見事よ。なんて読むか分かんない人も頑張ってます。セセニオン、まあこんな感じになってますね。いやー、なるほど。結構楽しかったな、やっぱり。というわけで、やっぱり一番試合出たのはクリスティアーノ・ロナウド、一番ゴール決めたのはムバッペ、一番アシストしたのもムバッペという感じになりました。はい、というわけでね、以上、今回で、マグの FIFA はこれで最終回とさせていただきます。番外編の最終回とさせていただきます。またね、次回何のゲームやるかはまた来週お楽しみにということにしたいと思います。というわけでね、これちょっとね、やっぱりね、一人用でこれだけできたなっていうのもありますし、マグは試合1週間に平均的に言うとね、だいたい15試合かな、平均15試合ぐらいで、あれですね、エリート3もしくはゴールド1ぐらいを目指して、まあ、頑張っていました。もうちょっとね、試合やればね、エリート2まで行ってますね。25試合やった週もあるんですが、1回か2回ですね。あ、一番多くてね、30試合1週間でやったこともありますね。
でも結構ねそれはねマグにとっては厳しいですよね。だいたい15試合ですかね。まあただ最初の頃よりあのワールドでプレイすることができたんでね、終盤助かりましたね。最初1ヶ月いや、アイコンスワップが来るまでね、マグはね、ずっとプロレベルでやってたんで、難易度。だからね、結構ランク低かったんですが、12月ぐらいに来たアイコンスワップ、これのね、あの、難易度をワールドにしろってなってたので、ちょっとマグも頑張ってワールドにしてみたら、ワールドでも勝てたんで、それ以降はね、ほぼワールドでプレイしてますね。で試合は飛ばしてますね。15試合しかやらないんでね、最高でエリート2まで行ってますね。22試合やってエリート2まで行ってますから、これ全部ワールドでやってますね。なのでね、結構、まあ、マグでも戦えたなーってのがあるんで、まあ、次回はどうしましょうかね、まあ、もしやる機会にがありましたらね、次回は何試合か頑張って対人戦もやってもいいのかもしれないね。でもまあまだね、全然そのスキルムーブなんか全然やってないし、もう適当にプレイしてるんでね、やっぱりまあ多分ボコボコにされるのはオチでしょうけれどもね。ランキング、まあそれでもね、何かしらの報酬がもらえたらそれを売ればいいんだしね。まあそこはね、全負けでもいいから頑張って遊びましょうかね。というわけで今回の動画良かったという方はコメント、高評価、チャンネル登録していただけますと、マグの動画作りのモチベーションが上がります。そして次回 FIFA 買っちゃうかもしれませんね。というわけで次回 FIFA 買うかどうかは分かりませんけれども、とにかく今回の FIFA22 楽しかったっていうことだけはね、皆さんにお伝えして終わりたいと思います。一人用でも楽しいということが分かりましたんでね、もし FIFA やったことがない、もしくは、どんなゲームかよくわからないっていう方はね、マグの動画を見ていただければ、マグもわからないなりに遊んでおりますし、一人用でもできるっていうことをね、皆さんに実証しましたので、ぜひ、一人用でもいいっていう気持ちで、軽い気持ちで、FIFA 始めてもいいんじゃないかなと思います。無課金でも楽しいよ。ではでは今回はこの辺で、また次回作でお会いしましょう。じゃあねー。ね、というわけでね、まあ、プレミア染め、アーセナル染めで遊んでましたけどね、楽しかったな。